はい、今回ですね、大人気バンコンビルダートイファクトリーさんが製造販売しておりますGT、 こちらをですねご紹介していきたいと思います。はい、以前の動画でですねバンコンタイプでトイレが置けるですねおすすめな車両5選ということでね、今回このね GT をご紹介したんですけど、まあ、コメントの中で、まあ、今後ろに見えますね、これマルチルーム、まあ、トイレが置けるねマルチルームなんですけど、本当にここのね部屋って、まあ、トイレとして使えるのっていうねコメントを実はいただいたんですよ。ですので今回はねこの GT をご紹介するのに合わせて、実際にですねこのマルチルームをねトイレルームとして使うことができるかということをですね検証していきたいと思います。はい、この動画を見ていただくと人気バンコンビルダートイファクトリーさんのこの GT について詳しくわかりますので、ぜひ動画の方も最後までご覧いただければなと思います。ちなみにこのチャンネルではキャンピングカーやキャンピングトレーラー、いろんな種類をご紹介しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。GT のベース車両はトヨタハイエース、スーパーロング、キャンパー特装車、動画の車両は4駆のガソリンエンジンになります。この GT の特徴は何といっても後部のこの大きな2段ベッドかと思います。後ほどこのベッドにちゃんと寝ることができるかやってみたいと思います。外部電源取り入れ口は車両後部左側に位置しております。専用コードを差し込み AC100V コンセントに入力すると、100V にてサブバッテリーを充電することができます。車両右側にはトイファクトリー社製品の象徴でもあるエアロウィンドウが装備されております。これはスペースを拡張するだけではなく、断熱性能も兼ね揃えた機能的なアイテムです。それでは室内をご紹介します。このシートカラー家具色は標準カラーのタイプになります。ホワイトとブラウンの家具が非常にスタイリッシュです。はい、それではですね、GT の室内をご紹介します。エントランス、スライドドアをですね、入りました。すぐ右手側ですね、キッチン、ギャレー設備があります。このキッチン、ギャレー設備のすぐ上はね、ここにね、オールインフォメーションボードがあります。なので、エントランスドア入ってね、すぐこのようにね、操作をできますから、この場所はね、結構いいと思います。で、これ、オールインフォメーションボードになってますので、メインスイッチだとかね、あとは各照明のスイッチもそうですし、インバーターの出力や冷蔵庫、そしてですね、FF ヒーターとかね、あとはそのサブバッテリーの電圧を見ることができるんですけども、一括してこのオールインフォメーションボードで、この GT のですね、電装品関係を操作することが可能です。はい、そしてこのオールインフォメーションボードの横がね、キッチン関係のですね、収納スペースがあります。このような感じになっておりまして、奥行きもね結構あるんですけども、横幅もね40センチ弱ぐらいのねスペースがありますので、キッチン関係の、ね、ものを収納することができます。そしてこの下はですね、 LINE の照明とこれタッチ式のですね照明がありますので、ここでねキッチンを明るく照らしてくれます。そしてこちらもね、ここでもね LINE 照明をオンオフできるんですよ。で、100V ね、コンセントがありますので、電気関係をね、取ることができます。そして、この下がですね、はい、このような感じで、シンクをね、ついておりますので、洗い物だとかね、手洗いなんかもできます。そして、この横なんですけども、これ、エンゲルの上蓋式の冷蔵庫がついております。これね、結構深さがね、あるんですよ。そして冷え度合いもね、これ冷気がね横から逃げていかないタイプですから、これね非常に冷え度合いの保持もねいい冷蔵庫なんですよね。はい、よくね結構深くていいですよって言うんですが、どのぐらいねこれあるかと言いますと、はい、約ですね40センチぐらいのね深さがありますので、2リッターのねペットボトルも難なくね縦に入るぐらいのスペースがあります。そしてこのね幅と言いますかね、奥行きも、27センチぐらいかな。結構ね、容量はね、あるかと思いますので、まあ、食材なんかをね、この中に入れておくこともね、可能です。そして、ソフトクローズがありますので、ね、優しくドアも閉まってくれます。こっちはね、ちゃんとね、ゆっくりこう閉めてあげないと、これバーンって閉まるとね、割れちゃう可能性がありますので、ここはね、ゆっくりこう、ここまで下げていただければなと思います。調理台のね、スペースもありますので、ここの上にですね、例えば食材だとか置いたりだとかっていう風にして、キッチンをですね利用することができるかと思います。シンクで使う給排水タンクはエントランスドアを開けたすぐこちらでアクセスすることが可能です。ここなら水の入った重たいタンクを車内に持ち運ばなくていいので、非常に使いやすいかと思います。
はい、続いてね、このキッチン設備の横にはですね、タワー型の収納スペースがありますので、こちらもね、ご紹介していきたいと思います。まずね、この上なんですけど、このような感じで、2段のですね、結構広めのこの収納スペースがねありますので、まあ、食材だとかあとキッチンのですね、あのものなんかね、収納することができますよね。そしてこれ、はい、オプションの電子レンジです。電子レンジのね、場所もね、いいですよね。ここのキッチンの場所からね、例えばここで調理をしていて、シンクで洗い物をしたり、食材をこう冷蔵庫から取り出したりで、スッとね、ここに電子レンジで物を温めたりってことができますので、これポジショニング的にもね、結構いい場所にありますよね。で、この電子レンジの下にはですね、スライド式のこのね、棚もありますので、まあ、キッチンのですね、スペースとして使うことができますよね。そしてこの下にはですね、3段の収納スペース、はい、このようにですね、結構ね、広さがありますよね。で、ここ完全にね、出るぐらいまでこう来るんですよ。この1段目、そして2段目、こっちはね、結構深さがあります。深い収納ね、完全にこう出るぐらいまで、ね、レールがついてますので、ね、ガバッとこう出ます。そして一番下はね、少し狭くなるんですけど、このような感じでね、収納がスペースありますので、このですね、タワー収納に結構ですね、物を収納することができますよね。はい、それではダイネットスペースをですね、ご紹介します。これね、セカンドシート、これ運転席のですね、後ろのセカンドシートとテーブルを挟んでサードシートがあるんですよね。で、これ実はですね、このシート、標準のですね、装備は実は3人掛けのですね、シートなんですよ。なので標準装備のシートだと結構ですね、ここまで出てくるんですよ、シートがね。で、そうするとここのですね、まあ、靴を脱ぎ履きできるこのスペースがちょっとですね、気持ち狭めになっちゃうんですよね。ただ今回のこの車両ですね、実はこれ3人掛けのシートじゃなくて2人掛けのシートに変更されております。サードシートとセカンドシートは同じ幅のシートですから、実はですね、こうすることによってこのエントランスからのですね、スペースが結構広いんですよ。ですので、ここのですね、スペースを結構広く取りたいなって方はですね、このセカンドシートを2人掛けにね、変更することもできますので、これは結構おすすめなんですよね。あんまりね、たくさんの人数が乗らないんであれば、ね、3人掛けじゃなくて2人掛けにしておけばスペースが確保できますので、これなかなかですね、実は広くね、使えるんですよね。エントランスドアから見ると、このように900幅のシートはこれだけの余裕があります。続いて3人掛け用の1200幅シートです。このぐらいのスペースです。結構違いがあるかもしれませんね。はい、そしてね、このダイエットスペースの上にはオープン形式の収納スペースと、このね、2つの収納スペースがあります。1つ目とそして2つ目がありますので、ね、結構ですね、物も積むことができるかと思います。はい、そしてこのですね、ダイネットスペース、はい、このような感じになっておりまして、まずですね、照明をご説明すると、はい、ライン照明とですね、スポット照明が2つついております。でスイッチに関しては、はい、ここでですね、オンオフすることもできますね。ライン照明はね、オンオフできますし、このダウン照明はですね、このような感じで、はい、タッチ式のね、照明になっております。そしてこのね、ちょっとした小物なんかをですね、置いとける、こういうですね、収納スペースで、運転席側のこの右側に関してはエアロウィンドウになってますから、ここね、出窓のようになっております。で、こちらにですね、アクリルの二重窓がありますので、もちろんですね、開閉もできますし、夏は網戸にもできますしね。で、寝たりするときはこれをですね、持ち上げるとシェードとして使うことができます。はい、そして、ね、この窓の下には USB のね、ポートがありますので、携帯をね、充電することもできますよね。そしてこちらもね、はい、100V のね、コンセントがですね、2つありますので、このここからね、 100V をね、取り出すことができます。ここからね、 100V を取り出そうとすると、外部電源がつながっているときはここから出てきますけど、オプションでインバーターを設定されてないと、外部電源をね、つなげないところではですね、インバーターを入れないとここからね、100V 出てきませんので、ご注意ください。はい、そしてね、こちらの方には
19インチのですねマルチカーシアターシステムのテレビがついております。でこのですねテレビアームももちろんサードシートの、ね、方も見れますし、セカンドシートからの、ね、方も見れるような、アームがついておりますので、これもなかなかいいですよね。でこのマルチカーシアターシステムには、まあ、おすすめなんですけど、このリアスピーカーをですねつけるとさらにですね音響設備が良くなりますので、このねリアスピーカーもおすすめです。実際にダイネットシートに座ってみました。セカンドシートの通路側は高さが結構余裕があります。窓側は少し頭がぶつかる可能性があります。続いてサードシートです。サードシートの窓側の高さも計測してみました。はい、ダイネットシートをですねこのようにセカンドシートをサードシートをですね、ま、進行方向を前向きにですねすることができますので、例えば6人7人の方がですね座っても全員ですね前を向いて進行方向を向いて座ることができます。そしてこのね右側の運転席側の方に関しては3点式シートベルトがついております。これねサードシート側の窓側の方はですね3点式シートベルトがありますし、セカンドシートもですねこちらの方は実はですね3点式シートベルトをかけることができますので、お子様がですね小さいねチャイルドシートとかがねそういうのお子様を座らせてあげるときはこの、ね、セカンドシートのこちら側でサードシートの、ね、こちら側の方も、ですねチャイルドシートをね取り付けることが可能です。それではベッド展開をしていきます。まずはセンターのテーブルを取り外します。テーブルレッグは2本ありますが後ほどご紹介します。次にサードシートを展開します。まず座面だった部分を起こし、背もたれ部分を少し角度をつけます。そしてヘッドレストをこのように取り外します。背もたれだったマットを前方にこのように倒してスライドさせ助手席側に寄せます。そして起こしてあった座面のマットを同じく前方に倒すとこのようにフラットになります。今度はセカンドシートです。セカンドシートも助手席側にスライドさせサードシート側に押し付けます。サードシート同様ヘッドレストを取り外します。そして背もたれを前方側に倒します。これでも十分人が寝れるぐらいのベッドができるんですけども、このスライドさせて空いたスペースに専用のマットをはめ込みます。専用マットの受けになるこの足をセットします。そして空いたスペースにこの2分割のマットをはめ込んであげるとベッドの完成です。このようにかなり大きなベッドが出来上がりました。実際にこのように横になってみました。圧迫感がほとんどありませんので非常に広い印象です。ここなら大人の方が2人ぐらいは寝れるスペースかと思います。先ほどご紹介したこのテーブルレッグ、短い方をこのように展開してあげると、ちゃぶ台仕様のようにして使うことができます。はい、それではですね、GT の特徴でもあるこの後部のですね、サードシート後ろのですね、マルチルーム、フリールームをね、ご紹介します。今ですね、この標準装備では何も入ってないんですけど、オプションでですね、ポータブルトイレだとかをね、選択されるとこのような感じで、まあイメージなんです。こんな感じでね、セッティングができますので、ここをですね、トイレルームとして使います。以前の動画でですね、実はこの GT は、トイレがですね、置けるバンコンおすすめ5選というね、動画を作ったんですけど、その中でね、ご紹介したんですけども、結構コメントでね、このマルチルーム、トイレとして本当に使えんのっていうですね、ご質問結構いただいたんですよ。なので、今回はね、結構ちゃんと計測をしてですね、イメージをですね、掴んでいただければなと思います。まずですね、これ、今、トイレが乗っかっているこの台っていうのをですね、実はこの中にタイヤハウスがあるので、ちょっとですね、こう上げ底になってるんですよね。まずね、こう高さを測ってみると、約ですね、27センチかね、28センチぐらいのところにこのですね、底板がね、あるんですよ。そして、このですね、ここのね、高さですよね。このね、間口で測ってみると、1250、このですね、ドアの間口が1250なんですよ。このですね、室内の一番ね、長いところから測ってみると、これで1350とか1360ぐらいですね。実際はこのですね、室内のですね、高さ、ここから測って、
このですね、底板まで測ると1360ぐらいなんですよ。なのでいくら小柄な方がといってもね、こんな立って歩くのもなかなかですね、お子様以外ね難しいかなと思います。でこのですね、マルチルームの結構ね奥行きがあるんですよね。なのでこっち、まあ、ギリギリ奥まですればね、私でもなんとか入れるレベルなんじゃないかなと思いますので、ちょっとやってみたいと思います。座りますとこんな感じで、トイレを一番後ろまでね、こうぐっと行くとですね、まあ、ギリギリドア閉めるレベルまではね、なんとか下がることができるので、まあこうやって座りながら入ってしまえばね、使えないことはなさそうですね。僕ぐらいの体格でもですね、なんとかこのマルチルームは使えるかと思います。はい、そしてですね、ここのね奥までちょっとね入るのはちょっとめんどくさいなっていう方には、このですね、ここにカーテンレールをですねつけて、ここからですねカーテンを垂らすようにすれば、一応ですね向こう側はこのドアで仕切られて、こっちはねカーテンで仕切れるっていう風にできますので、ちょっとですねこのマルチルームをね延長して使うこともねできるんじゃないかなと思います。ですのでここまでですねトイレを後ろに下げなくても、まあ、この辺に設置してあげればね、ここでこうしゃがむような感じですよね。こんな感じで座ることができるので、これだったらね結構比較的使いやすいかもしれないですよね。でここにカーテン層をね仕切ってあげれば、一応ですねここが少し広くなりますので、まあ、問題なく使えるんじゃないかなと思います。はい、それではね GT の最大の特徴でもあるこの後部のですね2段ベッドをご紹介します。このねベッドのですね広さはなかなか広いんですよ。ちょっとね分かりづらいかもしれないんですけど、ここの幅が結構広くて、でこちらの方もですね、約 1m80 あります。上の段の方が広くなるんですけども、これ出窓になってる部分でですね、少しですねこちら側に拡張してますから、上の段の方がですねちょっと広めかと思います。そしてこのね板も簡単に取り外すことができますので、例えば1段目のベッドにね寝ようとすると、これをですね避けてあげるといいと思いますよね。はい、このようにしてあげるとですね、ここにスッと入り込むことがねできるかと思います。はい、そしてこのね2段ベッドのところにはこのように照明もですねあります。上の段の照明とね USB のポート、そして下の段の方にもですね照明と USB のポートがありますので、携帯を充電したりだとか、こうね照明をつけて本読んだりとかね、そういうこともできるかと思います。それでは実際にこの2段ベッドに横になってみたいと思います。乗り込みやすいようにこのように上段のマットは跳ね上げをしておきました。2段ベッドと聞くとお子様用と思うかもしれないんですけども、このように大人が寝れるか寝てみました。私ぐらいの体格でも斜めに寝ればなんとか寝れるスペースがあります。真横はさすがにきつかったんですけども、寝返りが打てるぐらいのスペースはあります。次は2段目なんですけども、乗り込むときはこのように1段目に足をかけて登るような感じです。ベッドマットもしっかりしてますので、私が座ってもびくともしませんでした。1段目に足をかけて2段目にこのように登ります。そして2段目も寝てみたんですけども、斜めに寝る分だったらなんとか私もね、ギリギリ寝ることが可能です。ですので170前後の大人の方でもこの2段ベッドは寝ることができるかと思います。GT はファミリー向けのレイアウトと思われるかもしれないんですけども、この2段ベッドを、まあ、ベッドルームとして考えるとダイネットスペースとセパレートして使うことができますので、2人使いでも使いやすいかもしれません。2段ベッドは狭いというイメージがあるかもしれないんですけども、この GT のベッドは非常に幅もありますので、大人の方でも寝れるスペースがあるかと思います。この2段ベッドのマットは実はイオン分割で分割されております。もし大きなもの、例えば自転車などを積む場合はこのマットを簡単に脱着することができます。マットを取り外すとこのように広いスペースが出来上がりますので、キャンプ道具や釣り道具、そして大きなクーラーボックスなんかも積めそうですよね。そして跳ね上げたマットの下、ボックスの中には電装品関係が集約されております。
この向かって左側のボックスにはヒューズ関係をメンテナンスできる開口の部分もありますし、サブバッテリーや 100V の充電器などが装備されております。向かって右側はオプションの FF ヒーターが装備されております。実はこのヒーター、通常よりワンサイズ大きいタイプが付いております。はい、今回ですね、人気バンコンビルダートイファクトリーさんの GT いかがだったでしょうか。これね、 GT のレイアウトってご夫婦カップルのね、お二人でも使いやすいですし、ご家族ね、4人のファミリーの方にもですね、使いやすいレイアウトだったんじゃないかなと思います。そして冒頭でお話ししたこのマルチルーム、これトイレルームとしても使えるんですけども、実際にですね、ポータブルトイレを置いて私がですね、この部屋の中に入ってみたりしたんですけど、まあ私の体ね、まあ平均的な日本人の体型よりちょっとだけまあ大きいので、まあ、参考になったんじゃないかなと思うんですけど、実際ね、私もこの中にトイレに座ってですね、ドアを閉めることができました。ですので、まあ、なんとかですね、まあ、トイレルームとしてまあ利用することができるかと思うんですけど、まあ、おすすめのですね、使い方としましては、もしこのマルチルームをね、トイレルームとして使うのであれば、オプションでここにですね、間仕切りカーテンをね、つけることができるんですよ。上から下までですね、カーテンをこう垂らしてあげることができますので、このマルチルームのですね、奥行きをさらにですね、広く使うことができますから、このね、マルチルームを快適にね、使うためには、私のおすすめとすると、カーテンをね、つけてあげるとさらにね、良くなるんじゃないかなと思います。はい、今回はですね、人気バンコンビルダートイファクトリーさんのトイレが置けるですね、部屋がある GT をご紹介しました。また少しでも参考になりましたら、高評価の方と、今後もですね、いろんなキャンピングカーをご紹介してまいりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、今回もご視聴ありがとうございました。